あもしもし聞こえてる <laughs> 聞こえててよかった <laughs> 電話かけるの遅くなってごめんねうんそう思ったより仕事長引いちゃって帰るの遅くなったは <laughs> あ 大好きなお前の声聞けるの楽しみに仕事頑張ってきたよ <laughs> お疲れ様ありがとうなんかその一言で今日の疲れ吹っ飛んだわ <laughs> ああ今日も終わったなーって <laughs> あお前は今日一日何してた うん、うん、そっかそっかお疲れ様頑張っててほんと偉いようん、うん、そう偉いんだよお前が思ってる何倍も何十倍も偉いいつも自分は頑張ってないとか何もできないとか言うけどさ 十分すぎるほど頑張ってると思うよ。うん、嘘じゃない。こんなところで嘘つく必要ないじゃん。<laughs> だから、自分のことももっと甘やかしてあげて。<laughs> あ,あったく。ああ。俺がお前の近くにいるなら、今すぐにでも抱きしめてさ。 俺の大好きな彼女、昨日も今日も頑張ってますって、毎日生きてて偉いです、存在が偉いです、もう尊いですって、めちゃくちゃに甘やかしたいんだけど。ああ、まどろっこしいな、そっち生きてな。<laughs> うん、決めた。 明日も何か予定あるもしお外出るんだったら帰りに自分の好きなもの買ってきてよ。何でもいいよ。ちょっとしたコンビニスイーツでも新しいコスメでもとにかく誰かのことなんて考えないで自分の好きなもの買ってきてほしい。んで俺に何買ったかちゃんと連絡ちょうだい。<laughs> いや、ええー、じゃないんだよ。 もう拒否権ないそこはない全然ない <laughs> だってその様子だと最近自分へのご褒美もなしに毎日ひたすら頑張ってんだろただただ頑張ってんのも偉いんだけどたまには息抜きも必要だよってお前も言ってたじゃんいや言ってました <laughs> それさ俺も 言われてからさまあ俺もたまにね自分へのご褒美として美味しいご飯屋さんに行ってるんだけどさ <laughs> 言ってたよ <laughs> あと最近のお前の中のブームとかさもうそういうの知らないから俺に教えてほしい、うん、だって俺の話はよくするけどお前の話は全然しないじゃん えその辺どうなんですかね <laughs> やった笑った<笑>なんか電話かけてからずっと声に元気なかったからさえなかったねわかるよ元気ない時のしょんぼりしてるお前だってさあまあ当たり前に可愛いんだけど <laughs> 笑った時のお前が一番かわいい。あと、ふと出る。えっていう声。かわいい。<laughs> ああ、やばい。顔見えてなくてもやばい。<laughs> 想像しただけですでにかわいい。<laughs> 世界一かわいい。<laughs> なんかさ、当たり前のことなんだけど、 実際に会ってみたときの方がやっぱ超絶可愛いのがダイレクトに伝わるんだけど <laughs> でも早く会いたい俺いつも生活してる中でさこれお前好きそうだなとか今何してるかなとかもう俺本当やばいよ無意識に考えちゃってる <laughs> いつも文字ばっかでやり取りしてるからさ 声も聞きたくなるしなんで声聞いてたら直接会いたくなるし俺もどうしたらいいんだ <laughs> 次休みかぶったら絶対そっち行く俺。2> うんうん、<laughs> で2人で美味しいもの食べて2人で買い物してお互いの服を選んだりしたい。 なんかお前なら何でも似合う気がするんだけどさお花たくさんついてるねザ・女の子ですみたいなワンピースもいいしオーバーサイズのパーカーいいねなああやばいあれもこれも着せたくなる <laughs> って話それてるわ <laughs> で買い物終わった後はお前んち行って二人で映画見て時間なんて気にせず今まで会えなかった分た くそ甘やかしたい。ええじゃねえ。ええじゃねえんだよ。<laughs> いいだろ。次会うときまた二人の思い出更新して、たくさん増やそう。あ、だめだ。二人で会うときのこと考えてたら余計に会いたくなった。<laughs> お互いいつになったら落ち着くんだろうな。ねえ、もう早く会いたい。 会えるまでいろいろ頑張るからさ。もうだめだ頑張る。頑張るわ。えあれ今俺心の声漏れてた。ーはは仕方ねえよ仕方ねえじゃんか。もうそれぐらいお前が足りてないの。会いたいってこと。めちゃくちゃ会いたい。言わせんね、バカ。 <laughs> <laughs> うん元気出たならよかった <laughs> うんじゃあ明日も予定あるしそろそろ寝る寝ななゃだなまた元気なくなったら隠さず言えよすぐにお前の元まで駆けつけることはできないけど。 こうやって話すことくらいならいつでもできるからさあ,あと明日起きたらおはようって連絡してお前からの連絡で一日始めたいいい約束えい, <laughs> いや改めて今日も一日お疲れ様 明日も無理せずお互いのペースで頑張ろうな。うん。あ、ハーミーがいたかはい。お風呂も入った <laughs> はいよ。今日も明日も大好きだよ。おやすみ。